緊急動画、安倍晋三内閣総理大臣辞任へ。今日17時に安倍総理の会見により安倍総理は自ら辞任をすることを断言した。コロナ対策による対策への失敗を認めたことと、理由はいろいろあるが大腸炎の再発が起きたと思われる。詳しいことは日に明らかになると思う。さすがの安倍総理には過去の病魔には太刀打ちできずにして幕を下ろすこととなった。7年8ヶ月約2800日への最高記録を果たしたことには過去の総理大臣への経験はいかにして少ないのか。安倍政権でもいつかは終わりが来ることは避けられない現実。果たして次の総理大臣は誰になるのかは明らかではない。ここからが安倍政権なき戦いが始まる。2020年8月28日は大きな歴史になることは明らかである。お隣の国は決して味方だと思うな。